まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、ゲームボーイのゴーゴーヒッチハイクです。これはどんなゲームなの？ざっくり言うとヒッチハイクでゴールを目指すスゴロク的なボードゲームって感じです。うつ主がその手のジャンルのゲーム買うって珍しいわね。ああ、うつ主さん普段あんまこの手のゲームはやらないんですが、これグラフィックがなかなかよくできてる上に、スーパーゲームボーイでプレイするとゲームボーイカラー対応ソフト並みに色がつくらしいので、サンドの飯より米が好きなドット絵好きのうつ主さんとしてはどうしても自分の目で見ておきたいなと。いや米関係ないやん。最近米売ってねえからキュウリばっかかじってたらうつ主さん痩せちゃったじゃないか。それは知らんて。まあでも言うてまだ若い頃よりだいぶ太いけど。うんだからうつ主の体型とかどうでもいいのよ。まあとにかくそろそろスイッチオンです。アイキャーチ。はい。ってことで無事起動しまして。例によってレトロフリークでプレイしてるので後でピクチャーフレームはオフにしますがタイトル画面まではこのままピクチャーフレームオンで眺めておきましょう。ピクチャーフレームのグラフィックもなかなかいい感じね。うん、これは期待できそうだな。ってことでこちらがタイトル画面です。うん、タイトル画面もちゃんとカラフルね。じゃあここからはピクチャーフレームはオフにしてゲームの方始めていきましょう。でスタートを選択しますとまずはちょっと張り付いた感じの栄養スマイルなお姉さんがいろいろ説明してくれます。いやまあ確かに栄養スマイル感ありますけれども。てかここもしっかりカラフルね。うん、軽く調べたところによるとどうやらメインのボードゲーム画面以外はほとんどしっかり色ついてるみたいです。へえそうなのね。でまあ何人で遊ぶか聞かれてますが唯一にして絶対なる孤高心たるうつ主さんはもちろん一人で遊ぶ一択です。うんだからそれただ単に寂しいやつなだけなんだってば。でお次は名前入力になったのでここはいつも通りうつ主とバチクソハイセンスな名前にしておきました。うんだからクソだせーのよ。して名前入力が終わるとなんかパートナー選べとか言われました。へえ一人旅じゃなくて選んだパートナーと一緒に旅する感じなのね。うん、相方と一緒にヒッチハイクで旅するとか電波少年思い出すな。でパートナーは体力やら健康やら特徴の異なる4人の中から選ぶようなんですが、説明書ないしようわからんのでとりあえずミノルくんにしときました。いや絶対金目当てで選んだでしょ。世の中所詮銭なんやで。いやうるせえのよ。でまあとにかくパートナーを選んだ後は一人プレイでプレイする時のルールをお姉さんが真顔で説明してくれました。うん、さっきの栄養スマイルからの真顔はちょっと怖い。きっとこのお姉さん上司にこき使われたりどこの馬の骨ともわからない参加者どもの相手をさせられたりしてかなり疲れてるんだろうな。いや勝手に想像膨らませんでいいから。まあとにかく一人プレイのルールとしては当て目からスタートして大きな都市に立ち寄ってスタンプ集めて回って1年以内にゴールのロンドンまでたどり着けばいいみたいです。ルール的にはわかりやすそうな感じね。ってことでスタートしましてこちらがメインのゲーム画面のようです。さっきちょろっと言ってたけどメインのゲーム画面は普通の GB ソフトをスーパーゲームボーイでプレイした時と同じような感じね。うん、さすがに全部カラフルにするってのはやっぱなかなか難しい感じなのかな、わかんないけど。まあでもこの通りそれ以外の画面はほとんどカラフルなのでやっぱすごいぞこれ。確かにここまで見ただけでも今までうつ主がプレイしてきたスーパーゲームボーイ対応ソフトの中では一番カラフルな感じよね。てかヒッチハイクは数字と丸×の2つのルーレット回してやってく感じなのね。うん、せっかく大きい数字が出ても丸が出ないと移動失敗になるからなかなかに厳しいぞこれ。うん、そしてしっかりしょっぱなから失敗してるし。しかもヒッチハイク失敗するとなんかパラメーターも下がるっぽいしな。あとはなんか色々とコマンドがあるんだけど。バイトで資金稼いだり、食事で何か食べて空腹値を下げたり、休むで体調を回復したりなんだりしながら進まないといけないようなので、ただただヒッチハイクしてガンガン進んでいけばいいって感じではなさそうです。体調やら空腹やら気にしながら進まないといけないのね。うん、その辺をおろそかにしてると病気や怪我をして、その場合は医者にかかって治療しないといけないので余計なお金がかかることになります。あと今徒歩で歩いてるんですが、徒歩のコマンドは必ず1マス進める代わりにヒッチハイクで移動するよりさらに体調が下がって空腹が上昇するようです。まあそりゃ車に乗せてもらって移動するより歩いた方が消耗激しくなるわよね。まあなので徒歩のコマンドはあと1マスで目的の場所につけるって時以外はあんま使わない方が良さそうだな。でマスにはいくつか種類があって、丸のマスは何か良いことが起こるマス、バツのマスは何か悪いことが起こるマス、今止まった十字のマスは病院に行けるマス、7のマスは資金を増やすスロットマシーンで遊べるマス、あとなんか四角いのが書かれたマスは何かカードがもらえるマスって感じみたいです。
カードとかもあるのね。うん、カードには特定の数進めるカードやらお金がもらえるカードやらタダで治療ができるカードやらなんやらいろいろあるみたいです。で今は試しに食事のコマンドでなんか食べてみました。てかカラフルなのもすごいけど結構表情豊かにキャラ動くわね。うん、思ってた以上にグラフィックに気合入ってる感じだな。お、全体マップね。うん、丸の書いてあるところがスタンプもらえる都市なんだけど、結構な数あるしマップも意外と広いので1プレイになかなかの時間かかるかと。一度始めたら最後までやらないといけない感じ。そこは記録ってコマンドからセーブできるので中断してもセーブしたところから再開できます。なら多少時間かかっても大丈夫ね。まあ1ターン1日で最大365日あるわけだからそもそもすぐすぐ終わるようなゲームじゃなさそうだしな。アイキャッチ。ってことであんまのんびり見ててもあれなのであとはざっと見ていきますが、この後初めてヒッチハイクに成功し2マス進むも止まったマスが×のマスで、なんか柄の悪い奴に絡まれて9ドル持っていかれたり、せっかく4を出してヒッチハイク成功させたのに2マス進んだところで車が事故って病院送りになったりと、なんかスタート直後から散々な感じです。うわ、ヒッチハイク成功したとしても必ずその数分進めるとは限らないのね。うん、てかなんか体感的に大きい数出した時ほど何かしらのバッドイベントが起きやすい気がしました。まあ単に移動距離が増えると相対的にバッドイベント食らう確率上がるってだけかもしれないけど。まあ何にせよ罰のマスに止まらなくても悪いこと起こるってことよね。うん、いいことより悪いことの方が起こりやすいのでなんかその辺妙に人生味を感じます。せちがらいわね。まあそもそもヒッチハイクのルーレットがせっかく大きい数出しても丸出さない限り一歩も進めないって時点でなかなかシビアな感じだしな。まあ実際のヒッチハイクはそうそう車止まってくれるわけじゃないだろうからその辺考えて成功させづらくしてそうよね。それはありそうだけどこれがなかなかにストレス溜まります。うん、確かにこれはちょっとテンポ悪くはなりそうよね。まあでもお金がなくなってきたらバイトして資金稼いだり、体調が下がってきたら寝床探して休んだりしつつ、どうにかスタンプのあるブダペストに到着しました。お、ここもグラフィックいい感じね。うん、スタンプのある大きな都市はどこも有名な観光スポットがいい感じにドット絵で描かれてて素敵です。ちなスタートのアテネのスタンプを除くとこれが一つ目のスタンプになるわけですが、ここまでですでに50分くらいプレイしていてゲーム内の日にちも3月19日になってます。いやそれ絶対リミットまでにスタンプ集め切ってゴールするのもう無理やん。うん、正直もうこの時点でゴールは諦めてたんですが、まあやれるだけやってみようってことでこの後も続けてどうにかスタンプを残りあと3つってところまで集めまして、この時点で12月28日となりました。いやもうあと3日4日しかないじゃない。まあなのでこの後すぐにタイムリミットの12月31日を迎え、やはりスタンプ集め切ってゴールすることはできずゲームオーバーと相なりました。ちなみにプレイ時間はここまでで3時間15分くらいでした。うん、ゴールできないの分かっててよく3時間も続けたわね。まあクリア云々より色々グラフィック見てみたかったって感じだったしね。あとは始めた頃は1周4、5時間はかかるかな、って思ってたんだけど、365日フルに使っても思ってたよりは早く1周終わる感じだったかな。てか最初のうちは操作に慣れてなくてもたついてたってのもあるから実際はもうちょっと早く終わるかと。アイキャッチ。でこの後はまた最初から始め直しまして、レトロフリークのクイックセーブ機能使い倒して極力大きい数字でヒッチハイクを成功させたりバッドイベントを回避したりしつつどうにかゴールしました。いやなんかズルしてゴールしとるし。まあでも普通に本来のセーブとロード繰り返しても同じようなことできるだろうからそこまでズルくもないかと。まあちょっと手間はかかるだろうけど言われてみると普通にできそうっちゃできそうね。あとはなんか2回目はスタンプが1列分をされた状態でスタートできたので、1回目より行かなきゃいけない都市が少なくてちょっと楽でした。
ちな試しに3回目もスタートしてみたらさらにもう1列スタンプが押された状態で始まりました。閉会を重ねるとちょっとずつ楽になってくのね。うん、多分なかなかゴールできない人のための救済措置って感じなんじゃないかな。わかんないけど。まあもしかしたらプレイ回数に関係なく他の要因で最初に押されてるスタンプの数決まったりするのかもしれませんが説明書ないしその辺はようわかりません。何にせよ最初からある程度スタンプをされてる状態でスタートできるなら思ってたよりはクリアまでのハードル高くはなさそうね。まあそれでもなかなか思うように進めないから結構時間はかかるだろうけどね。とりあえずここまでプレイしてみた感想としましてはやはりかなり色がふんだんに使われていてこれはスーパーゲームボーイでプレイしてこそ進化を発揮するソフトだなと思いました。ほとんどのイベントシーンがカラフルで、メインのゲーム画面を除けば本当にゲームボーイカラーのソフトかと思うほどカラフルだったわよね。うん、スーパーゲームボーイ対応ソフトでここまで色いっぱい使ってるソフトってそうはないだろうから。これはなかなか使用的価値の高い作品なんじゃないかなと。てかこれができるなら逆になんで他のスーパーゲームボーイ対応ソフトはゲーム中の一部だけカラフルで全体的にはあんま色多く使われてないのかしらね。そんなこと私に聞かれてもわかりません。いやまあそりゃそうでしょうけれども。まあパッと思いつくところだと技術的に難しいとか容量的に難しいとか。あとはそもそもスーファミでプレイした時のみカラフルにするくらいだったらゲームボーイのソフトでなくてもスーファミのソフトにすればいいんじゃね。ってなったとか。まあ確かにそういう理由でスーパーゲームボーイではあんまり積極的に多くの色を使わなかったってのは理想っちゃ理想な気もしなくもないけれども。まあ今のはど素人のうぷ主がふと思いついたことを適当に言っただけなので多分本当は全然違う理由かと。何にせよスーパーゲームボーイでしっかり色使ってるソフトってそれだけでなんかワクワクするので。今後もスーパーゲームボーイでしっかり色数使ってるソフト探してポチポチ少しずつ集めていこうと思います。うん、またそうやってすぐ集めるもの増やそうとするんじゃないわよ。散々、うるせえわよ。まあさすがにプレミア化しちゃってたりするやつは買えないので手の届く範囲のやつだけゆっくり集める感じにします。あと一応念のため言っておきますがこれゲームボーイカラーやアドバンスなんかでプレイした場合はカラフルになりませんのでそこはご注意ください。まあゲームボーイカラー本体発売前のソフトなんだからそりゃそうでしょうよ。まあそうなんだけど、これ発売が1998年7月で、ゲームボーイカラーの発売が1998年10月だから何気に結構発売日近いのよね。意外とゲームボーイカラーの発売と近い時期に出たソフトなのね。ちなみなさんご存知だとは思いますが、初めてゲームボーイカラーに対応したソフトは本体が出る少し前の1998年9月25日に発売されたドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドです。うん、それも今更言わんでもこの動画見てくれてるような人はみんな知ってるでしょうよ。まあそうだろうねー。ってことでエンディングも一応拝めたことだし今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。